ガンバが提供する社内 SNS 型日報共有アプリの名称。創業の森田正宏が前職で楽天トラベル株式会社社長室に勤務していた経験から日報の共有こそが社内コミュニケーションを改善する鍵になるとの着想を得てサービスを開発。従来の日報に対するイメージである会社や上司に欠かされるといったネガティブな要素をなくすため SNS のエッセンスを加えた、いわゆる日報共有をベースとした、社内コミュニケーションツールとして、iPhone および Android スマートフォン向けに、専用アプリも提供している。笑顔で働く人を増やすを、企業理念に掲げる。あらかじめテンプレートを設定できるので日報が、簡単に書ける。文章を記述式の日報だけでなく、選択式での入力や、日付。 時刻形式での入力も可能。個人やグループの目標数値を管理し、グラフ化できる。Google カレンダーに登録したスケジュールを1クリックで、日報へ貼り付け可能。提出状況が一目瞭然。ダウンロードもできる。容量の大きいファイルや動画も追加料金なく無制限に添付可能。メッセージを共有できるだけではなく、画像、ファイル、動画の添付や、 投稿したメッセージの削除機能がついている。2012年、2013年、2014年、2016年、2018年、2019年、2020年。ありがとうございます。